輪島市渋田町に来ています。土砂崩れにより道路が塞がれてしまっているんですが、このように隆起した海岸を使って新たに迂回路を整備するということです。工事が行われているのは輪島市渋田町の国道249号です。こちらの一帯では元日の地震で土砂崩れが発生し、およそ 2.8 キロにわたり今も通行止めになっています。今回の整備では崩れた土砂を盛り土にし、隆起した海岸と元の道路をつなげることで迂回路にするといいます。この道路ですよ。この道路を、つないでいって、あの頂のところに見える道路につないでいくというような工事をしています。高さは約30メーターぐらい盛り上がるというふうに、な構造になっております。一方こちらは珠洲市真浦町と仁江町を結ぶ大阪トンネル。こちらも大規模な土砂崩れが発生し、およそ 1.7 キロの区間が今も通行止めになっていますが、迂回路の整備に向けた工事が始まっていました。2つの区間の迂回路の開通時期は未定ですが、国土交通省では1日でも早く緊急車両や地元住民が通れるようにしたいとしています。一方、暑い日が続く中、気をつけなければいけないのが、暑い時期だったりジメジメしてきた梅雨時期ですので、どうしても食中毒が起こりやすい時期になってきましたので、食中毒のリスクが高まるこの時期、毎日珠洲市内の14カ所の避難所に届けるため270食のお弁当を調理している珠洲市健康増進センターでは、ご飯とおかずを別々の容器に分けたり、食品用のアルコールで消毒を徹底するなど、食中毒への対策を強化しながら調理に当たっています。さらに今月からは、こちらがですね、お弁当を避難所まで運ぶ保冷剤になります。市が車内の温度を10度以下に保つことができる保冷車を2台レンタルし、配達の長い道中でも食中毒の原因となる菌の繁殖を抑えます。市民の皆さんに、安心して美味しいお弁当を届けたいと思っていますし、避難所を召し上がる皆さんにも、そういった食中毒をぜひ温度管理ですとか一緒に気をつけて、安心して召し上がっていただけるように協力の方もお願いしたいと思います。そして金沢と能登をつなぐ大動脈の能登里山街道は、来月末までにほぼすべての区間で対面通行が可能になる見込みです。能登里山街道は2007年の能登半島地震でも道路が崩壊するなど大きな被害が出ましたが、当時と同様、盛り土内に補強材の設置や排水を促す対策を行うことを基本とするとともに、最新の技術基準に準拠し、基礎地盤を強化するなど、さらなる耐震性向上を図る方針です。17年前の地震の後、復旧した箇所については、今回の地震で崩落は起こらず、被害規模は小さかったといいます。県は今回の地震の復旧にあたり、かつての対策を踏襲しながら、さらなる耐震補強を図るとしています。手足口病は手足や口の中などに水疱性の発疹が出る感染症で、幼い子どもを中心に主に夏に流行します。県によりますと、定点医療機関における患者数が警報の基準となる5人を2週連続で超えていて、県は大きな流行が発生または継続しつつあることが疑われるとして、昨日警報を出しました。基本的には数日で治りますが、まれに脳炎などの合併症を引き起こす場合があります。県はこまめな手洗いや排泄物の適切な処理を心がけるといった感染対策や、高熱などの症状が出た場合はすぐに医療機関を受診するよう呼びかけています。おととい、富山県小矢部市の国道359号では朝から通行再開を待つ車の列ができていました。金沢方面行ってたのが1時間半以上かかってたんで、通勤が楽になるなっていう。
通行止め解除します。通行止めが解除されたのは国道359号の石川県境に近い小矢部市五郎丸と内山の間およそ 3.7 キロと富山県境から金沢市側のおよそ6キロです。こちらの元あった道路は崩れ落ちたままになっているのですが、あちら山側の道路は新たに迂回路として作られました。小矢部市内の被災区間はおよそ100メートルにわたって道路が崩れ落ちるなど地震で大きな被害を受けていました。道路を管理する富山県は長さ150メートルの仮設の道路を整備、本格的な復旧は今年度中に着手するということです。北陸新幹線の敦賀伊勢のルートをめぐっては現行の小浜ルートではなく前原ルートを求める声が南香川を中心に強まっています。県議会最大会派の自民党は今日県連の役員会を開いてこのルート問題について協議。小浜ルートには資材費や人件費の高騰による工費の上振れなどルートが決定してから状況が大きく変わる一方、延伸にほとんど前進がなく先が見えないといった意見が上がりました。北陸新幹線前原ルートへの再検討をという、決議を自民党としては最終日に目指したいと。自民党県連は前原ルートへの再考を国や関係機関に求める決議案を現在開会中の県議会6月定例会に提出する方針を決めました。県内は高気圧に覆われて各地で気温が上がり、七尾で 31.4 度、輪島で 30.9 度など県内4つの地点で30度以上の真夏日となりました。気持ちいい。なんかちょっと掃除したくらいです。こうした中、金沢市の朝霧台小学校ではプール開きが行われ、小学6年生92人が楽しくをモットーに自由水泳の時間を楽しみました。うわ、最高。冷たくてとても楽しかったです。もう楽しみすぎてなかなか寝れないぐらい楽しかったです。県内は明日以降も気温の高い日が続く見込みで、熱中症など体調管理には十分注意が必要です。現在更地となっている金沢都ホテルの跡地、景観保全のため金沢駅前の建造物の高さについては60メートルまでに制限されています。この高さ制限について長谷知事は、高さ制限を緩和し土地の高度利用を図るべき時期に来ていると私は思っています。初めて踏み込む発言をしました。また長谷知事は金沢駅前の地価が上がり、駅前を取り巻く環境が高さ制限が指定された当時とは大きく変わったとし、県としてもこの跡地の開発に関わっていく姿勢を示しました。涼しい上戸町、元日の地震で建物が傾き外壁のタイルも一部剥がれたところがありました。松田さんの拠点です。1月1日の地震ではこの辺り海もかなり近い場所ですけれども、そうですね、津波の被害は、津波の被害心配しておったんですけれども、ちょうどこう津波が来た後は確認できたんですが、ちょうどこちらが半地下の倉庫になるんですけれども、倉庫の入り口のですね、本当にこの辺りぐらいまでしか水が来なかったんですよね。救いでしたね。本当にありがたかったです。そして今月3日には、5ヶ月ぶりに最大震度5強の地震もありましたけど、その際はいかがでした、被害は。そうですね、その時は、ちょうど上で寝ておったんですけれども、かなり揺れましたけれども、幸い今のところ大きな被害は見当たらない状況ですね。松田さんが作るクラフトジンは奥能登の素材だけを採取乾燥させ蒸留したもので、その名も能登ジン。おしゃれですね。去年3月には世界三大酒類コンテストの一つ
IWSC のスピリッツ部門で金賞を受賞しました。すごい。能登人は名前の通り奥能登の材料を使って作っているそうなんですけれども、うん、はい、何を使われているんですか？はい、主にですね、こちらの柚子の皮などを使っています。こちらの奥能登のあたりではやはり高齢者の方が多くいらっしゃいまして、うん、はい、なかなかその柚子の実を取りきれなかったりとかしますので、そういった場合に廃棄されてしまったりとか、うん、使われないような柚子の実をですね、はい、こういう形で利用しています。うん、その他にはこちらにあります黒文字ですとか月桂樹、この植物は間伐材で森林保護のために、取られてしまうものなんですが、まあ、それを、まあ、再利用するような形で使っています。じゃあどの材料も自然保護だったり、ね、環境保護のために有効活用をされているってことなんですね。はい、おっしゃる通りです。でこの今私たちの隣にあるこの機械はどういったものなんですか？はい、こちらはですね、乾燥機になっておりまして、こちらの乾燥機を使ってこの柚子の皮ですとか茅の実を乾燥させています。そしてこの私たちがいる今のこの部屋ですけれども、はい、すごくいい香りがして、ありがとうございます。使われる材料がたくさんある場所なんですね。はいはい、こちらで乾燥しております。うん、こういった乾燥した材料をですね、アルコールの中につけまして、それを一昼夜置きまして蒸留にかけます。今はですね、千葉県野田市の蒸留所で蒸留を行っております。あの奥能登の材料ということで地震の影響というのは何かありましたか？そうですね、影響は実際ありまして、例えば柚子の木であれば、うん、倒れてしまったりであったりとか、あるいは中にはですね、所有者がお亡くなりになってしまったケースもありまして、なかなか今後ですね、同じように採取していくのは難しいかなというところがあります。地震の被害を受けなかった柚子の木が近くにあるということで案内していただきました。これが柚子の木です。所有者が高齢になられたために、今は実をつけても取る方がいらっしゃらないので許可を得て実を取らせていただいてます。実がなるのはいつ頃なんですか？はい、ちょうど今花が咲く時期なんですけれども、実は夏ぐらいからついてきます。柚子の木は、まあ、大丈夫だったものもあるそうですけれども、はい、他の木っていうのはいかがですか？そうですね、例えば黒文字であれば木は大丈夫だったんですけれども、うん、そこに至る道路が崩落してしまって、うん、その場所まで行けなくなっていたりですとか、あと月桂樹ですといくらか倒木してしまった木もあるようで、今現在林業の方に確認を取っています。まあ、松田さんが作るクラフトジンっていうのは能登の素材じゃないといけないこだわりが強いということですけれども、それはどういったところにあるんですかね？はい、まさにそこが私が東京から珠洲に移住した理由でもあるんですけれども、もともとエッセンシャルオイルですとか植物に興味があって、うん、ちょうどコロナ禍にですね、能登ヒバが注目されまして、うん、殺菌効果や滅菌効果、うん、そしてその香りがですね非常に人気があるというのを知りまして、うん、あ、この香りだったら何かクラフトジンで作ると面白いんじゃないかなというふうに思いまして、珠洲市の方やそれから金沢大学の方にご相談するうちにですね、うん、こちらにあります金沢大学能登学者で、学ぶうちにですね、能登の植物で、ジンを作って、そしてその香りをですね、能登の香りとして日本全国の方に知っていただきたいという思いが強くなりまして、それで今作っている状況ですね。能登ヒバをきっかけに能登人が生まれたわけなんですね。はい、そうですね。能登の素材だけを使った能登人を炭酸で割って飲ませていただきました。うわすごいです香り、ふわっと柚子の香りが抜けるんですけど、その後も爽やかなあの葉っぱ黒文字とか茅の香りがふわっと漂います。すっきりしていて、もう想像以上に飲みやすいです。美味しいですね。すごい。東京から移住してきて今年で4年目になるんですよね。
まあ、やっとこの能登人が軌道に乗ってきたところでの能登半島地震だったわけですけれども、こんなこと挑戦してみたいなとか展望っていうのは何かありますか？能登で蒸留所を持ちたいという夢を持ってスタートした事業ですので、そこは何とか叶えていきたいと思っています。まさしくメイドイン能登ですよね。そうですね、まあ、震災がありまして、倒壊した建物も多くある中で、まあ、少しずつこうふさわしい物件というのも見えるようになってきましたので、なんとか近いうちにですね実現していきたいと思っています。能登の素材を使い、製造工程のすべてを能登で完結させ、復興の力になりたいと語る松田さん。 SDGs にもつながる思いは日に日に生成されています。木曜日は報道部の気象予報士小野さんに週末の天気を中心に伝えてもらいます。よろしくお願いします。お願いします。もうそんな湿度高くなってきた気もしますが、梅雨入りしませんね。はい、平年ですと今頃は東北の南部まで梅雨入りしている頃なんですが、遅れています。明日の予想天気図を見ていきましょう。はい、梅雨前線は明日もまだ本州からは離れています。気象台の週間予報を見ていきましょう。明日は晴れます。土曜日は雲が多めですが晴れるでしょう。はい、日曜日は雨の降る時間があるでしょう。そして週明け月曜火曜も晴れマークついていますね。はい、ただ雨の時期は確実に近づいています。そうですね、まあ、速攻の掃除など今のうちに済ませておきたいですね。そうですね。はい、今の時期の最高気温は25度から26度くらいが平年並みですので、高い日が多いでしょう。本当ですね。そしてこの先もこの傾向は続く見込みです。気をつけたいですね。はい、さて、はい、こちら、はい、空振り見逃し、市川さんはこの言葉で何を思い浮かべますか？まさかここからこんなものが登場するとは思わなかったんですが、はい、これしかないんじゃないですか、プロさん。そうですね、はい、野球ですね。野球しかないですよ。はい、普通はそうですよね。はい、実はこのワードは天気予報と大きな関係があるんです。天気予報ですか？はい、実は気象予報士の試験にも出るようなワードなんですね。はい、天気の結果、成績の評価などで使われます。まず空振りの方を見ていきましょう。はい、空振りは言葉の通り、予測したのにその現象がなかった、うん、つまり予測が空振りに終わったという意味なんですね。なるほど。一方見逃しの方なんですが、予測していないのに現象があった、うん、つまり現象を見逃してしまったという意味です。なるほど。じゃあ空振りも見逃しも少ない方がいいっていうことですね。はい、いやだから何かこれでも数字とか成績とかって公開されているものあるんですか？はい、公開されています。はい、大雨被害をもたらす線状降水帯の去年の全国のデータがあります。はい、まず空振りです。はい、線状降水帯の発生を予測したけれども実際には発生しなかった空振りはおよそ 60% ありました。はい、次に見逃しです。はい、こちらは予測を出していないのに発生してしまったという意味ですが、この見逃しも去年は同じ約 60% あったそうです。去年7月に加賀地方で予測なしに線状降水帯発生して被害がありましたけれど、はい、これはじゃあこの見逃しのケースに当たるんですね。はい、このケースに当たります。ちなみに予測した通りに発生した的中というんですが、うん、これはおよそ 40% の値だそうです。これが高くなってくるといいですね。そういうことですね。そうですね。はい、線状降水帯の予測は今年からですね、地方単位から県単位に変わりました。はい、実際に発生していなくても災害の危険度は高くなっていきますから、雨の時の気象台の情報、これからより気をつけなきゃいけないですね。そうですね、十分気をつけたいですね。はい、では最後に今週も、北陸4県の気象台が発表した週間予報をご覧ください。土曜日は雲が多めですが全般に晴れるでしょう。日曜日は4県とも雨の降る時間がある予報です。月曜火曜は各地とも晴れる時間があるでしょう。気温はこの先も平年より高い傾向が続く見込みです。まさ
ずは暑さに気をつけて、その後は大雨にしっかり備えたいですね。そうですね、はい、ここまで小野さんとお伝えしました。